はいどうも、たくみのゲーム実況チャンネルへようこそ。ということで今回ですね、プロスピエースやっていきたいところなんですけど、今回ですねこちらミキサーですね、こちら挑戦していきたいと思います。あれ、A ランクミキサーは前3回ぐらいやったんですけど、まあ A ランクミキサーで確かほんと低確率で S ランク出るらしいんですけど、まあ当然出なかったということで、まあ今回 S ランクミキサーということで、まあ確実にまあ S3 体を投入するんですけど、まあ S が絶対出ると、今回この藤井、山口、片岡でちょっと出したいと思います。ポジションかぶりじゃなければ、まあとりあえず僕は嬉しいです。決定。ああ怖っ、怖い。 S ランク1人が出てきます。とりあえず僕が揃ってないのは、先発、抑え中継ぎ、まあオンドルセクを抑えにしてもいいんで、まあ中継ぎか抑えで、あとはショートがいないからセンターいるか、ライト、あとはサードキャッチャーぐらいかな、うん、かな。いやなんか、まあ、ちょっとわからなくなってきたんですけど、まあとりあえず被ってなければ僕は嬉しいでございます。はい、はい、調子くん出るのかな。あー出るのか、やっぱ安定の調子くん、頼む、お願いします、お願いします、頼む、いいの、かぶってないの出てくれ、頼む、お願い、お願い、お願い、よし、来い来い来い、あ、まあ、オッケー、まあ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 いい、オッケー、グー、よかった、中継ぎだよね、田島って。あ、オッケー、よかった、これで、オンドルセクを、中継ぎ、じゃあ、抑えにして、中継ぎで田島と。まあ、でもよかったんじゃないかなと思います。はい、ちょっとオーダー組みましょうか。いや、ポジションかぶりでね、控えにいるよりかはね、使えた方がいいんで、上原もね、結構育ててきたんですけど、控えと交代、まあいいや、控えと交代でいいのか。で、田島。はい。で、オンドルセクを、起用変更で、こうすれば、ちょうどいい。OK。いやー、うん、まあ先発はね、まだ1人しか S いないんですけど、投手がなかなか、中継ぎ、中盤から、最後の方、最終回までは、結構、抑えれる。ような投手が揃ってきたんじゃないかなと思います。S 揃ってきたんで。まあ、あとは、内野で、キャッチャー、サード、ライトが、やっぱ、まだ A ランクなんで S ランクで欲しいかなと思います。ということで、今回はですね、ちょっとセーブしましょうか。S ランクミキサーね、こちら、残り10日と21時間なんですけど、今来てるので S ランクミキサー引いてみました。まあまあまあ、被ってないところ、被ってはいたけど、まあ、普通にオーダーとして組める選手だったので、まあ良かったかなと思います。被ってるところよりかが。はい、ちょっとまあ、うん、こんな感じですけど、まあ、ぐらっとしたんですけど、終わりたいと思います。また次回のね、動画、明日の動画はですね、こちらですね、ガチャ、ダルビッシュと上原がね、ワールドスターの S で出てきたので、こちら引いていきたいと思います。ということで、以上、たくみでした。じゃあね。